ナーホトは、チェコ、フラデツクラーロベー州の都市。ボヘミア東部、メトゥンエ川に面し、ポーランドと国境を接する。E67 道路が市内を通過する。ナーホト城ナーホトの名が最初に記されたのは、プラハのコスマスが、ラテン語で書いた、年代記、クローニカボーモロームにおいてである。文中、ポーランドへの玄関口と記されていた。プラハからポーランドへの古い通称路にあったため、 国境地帯を守る目的で1250年代に戦略的要所として城が築かれた。ナーホトの街が築かれたのも同時代とされる。15世紀のナーホト市民は市場を開く特権の他に図書館、橋を渡ってくる物資に課税する権利を持っていた。貿易の街としてナーホトは栄え、16世紀半ばには文化が花開いた。 しかし1570年と1663年に発生した大火で町の大半が荒廃した。白山の戦いで敗退した不要フリードリヒはナーホトを通過して落ち延びた。現在、市内の亀ニセ通りにはフリードリヒの乗った馬が残した足跡が表されている。30年戦争でナーホトはさらに人口を減らした。 広島戦争中の1866年6月27日、ナーホトの戦いが起こり、プロイ戦軍が勝利した。19世紀、ナーホトはテキスタイル産業で、経済復興した。しかし1930年代の大不況、第二次世界大戦で、経済は疲弊した。円形の塔と邸宅からなる、ナーホト城は、13世紀に、 ナーォト出身のフロン家が気づいた。1544年に城を購入した軸文とスミルツキがルネサンス様式で改修した。1632年から城主である神聖ローマ帝国の将軍オッタービオ、ピッコロミーニが城をバロック様式に改造した。1639年にスウェーデン軍によって破壊されたり、18世紀の嵐で損傷したが、その都度修繕が行われた。 18世紀末まで、ナーホト城は、週4度は、演劇や音楽界が催される文化の中心であり続けた。1800年に、父ペーター・フォンビロンから城を相続したのがザーガン、女子ビルヘルミーネである。ビルヘルミーネの死後ザーガン女子となったパウリーネは、城を、をナーホト領主オクタビオフォン・リッペビーステルフェルト系、売却した。1945年、 白は、チェコスロバキアの国有となった。現在、城内部を見学することができる。ありがとうございます。